はい、今回ですね、この化粧品なんですけども、これ実は私がいつもお世話になっている美容院の、ブルーマジックさんから、無料で、いただいてまいりました。はい、なのでせっかくなんで、レビューの動画を撮ってみようかなと思いまして、動画を撮影することにしました。はい、これはですね、オムのトータルエマルジョン、BCAD オムってとこかな、そこのトータルエマルジョンという、保湿液です。はい、化粧水と乳液と美容液が1本に詰まったオールインワンスキンケアタイプ、いいですね。はい、ケアを怠りがちで枯れやすい男性肌の悩みを、ユーグレナ、加水分化ユーグレナエキスのが入ってるみたいですね。それの力でトータルにケアしました。はい、500円玉ぐらいで、手に取って顔全体になじませますと。はい、皮脂の多い T ゾーンはやや少なめに、シェービングの影響で肌荒れや乾燥しがちな U ゾーンは少し多めに、ね、塗布することをお勧めしますと。朝晩の洗顔後、シェービング後に、ご使用くださいと。へえ、なんか、この商品は、大手百貨店と、なんか美容院でしか扱ってないみたいで、はい、こういうのをいただけるのはありがたいですよね。で、パラペンフリー、こういう鉱物油フリー、合成香料フリー、着色料フリーなんで、非常にこう安全性も高いと。うん、これすごいね。一応なんかね、乾燥やシミシワなどの目立つ男枯れに拍車をかけているので、それを、対応するっていうことらしいんですけども、はい、肌に潤いを与え、明るくツヤのある張り肌へ、幸福感と清涼感のあるアロマでリラックスと、いろいろ書いてあるんですけども、まあ正直そのシミとかシワを改善するっていうのはまあ難しいと思うんですよね、こういう類のもので。なのでちょっと現状維持できるのかどうかをちょっと見てみたいのと、ただそれもちょっと1ヶ月ぐらいなんで、ちょっと1ヶ月だとなかなか難しいと思うんで、基本的には使用感とか肌の感じが良くなってれば、やっぱり一番は保湿かな。保湿がうまくいってるかどうかっていうのをこの手のタグ、あとベタベタしないかとか、そういう使い勝手、ですよね。それがちょっと、まだ開けてないんで、どうなるかなって感じですけども、はい。ちょっと開けてみましょうか。はい。こんな感じかな。よいしょ。カッターどっか行っちゃった。あった、こっちだ、あったわ。はい。なるほど。ああ、結構乳液のタイプで、あ、2層に分かれてる感じですね。ちょっと光っちゃって見えない。ね、こう振って使うみたいですね。はい。1ヶ月持つかな。うん。まあでもなくなるまでやってみましょうかね。はい。まあ、お肌に異常が生じてないか、よく注意してご使用ください。お肌に合わないときはご使用をお召しください。まあそれはそうですね。うん、はい。俺はどうなることやら。ちょうどね、化粧水がね、なくなりかけてたんでありがたかったなと思うんですけど。じゃあね、ちょっとね、今日からこれ、使っていきたいなと思いますのでね、はい。とりあえずちょっとお風呂あたりにちょっとね、使ってみようかと思います。それでちょっと肌の感じとか、そういうのをね、見てみたいと思いますけども、ちょっと今出してみましょうか、どんな感じなのか。ちょっとテクスチャーとかね、ちょっと、はい。なるほど、はい、こんな感じですね。割とめちゃくちゃいい香りしますね。最初ぬるっとするんです、やっぱオイリーかなと思うんですけど、サラサラになりますね。うん、あ、でもかなりしっとりするな、やっぱりオイルが入ってる分。あ、これはめちゃくちゃしっとりする感じありますね。あ、なんかこれ一本って良さそうな感じ。うん。うん。あ、しっとりですね。かなり、あ、香りがね、これで香料フリーなの？めちゃくちゃいい香りしますね。はい。じゃあちょっとね、これで、なくなるまでちょっとどうなるか、はい、ちょっと試してみたいと思います。はい、あれから、20日経ちました。20日でなくなりましたね。はい、これはね。1ヶ月は持たなかった感じですね。朝晩使いました。はい、これですね。はい、BCAD オム、はい、ユーグルナのね、
エキスが入った、男性のためのオールインワンスキンケア、トータルエマージョンですが、はい、一応あのビフォーアフターで、写真も撮ったんですけども、まあ20日でそのなんかシワが改善したとか、そういうなんかこう肌のなんかこう美白になったとか、そういうのは正直そのわからないというか感じることはできませんでした。ただ、ものすごい時短になりましたね。はい。まあ、それ以前は私が使ってたのはこういう、これか、ローションとか化粧水ですね。化粧水がこれ。それから乳液、それからこうクリームっていうの、こう3つ使ってたんですよ。あ、これと、あとこれですね、日焼け止めを使ってたんですけども、ここ20日間はこの2つだけですね。これ塗ってこれ。で、じゃあ、ここに、これからこれ1個に変えてなんか劣化したかというと全然そんなこともなく、むしろなんかね、肌的にはなんかこうふっくらっていうかもちもちの具合っていうのは、これわざわざ3つ手間かかったとこれ1本でそんな差はなかったですね、はっきり言って。なので、まあ値段的に私が使ってるのはこの3つで、これの大きいやつ買っても多分こっちの方が安いと思うんで、コスパはこっちの方がいい、全然いいと思いますね。はい。なのでちょっとねもっと、実はもっと大したことないと思ったんですよ。言葉がちょっとあれですけど、申し訳ないですけど、もっとなんか大したことないのかなと思ったら、意外にこれいいです、はっきり言って。で、なんか私すごくハウスダストのアレルギーで、あと花粉症なんですけど、で敏感肌なんですけど、全く問題なく使いました。で、目の周りとか塗ると目が充血しちゃったりするんですよ、他の化粧品だと。でもそれはこれ全くないです。はい。なのでそういったこう敏感肌とか、そう、目、あの、ハウスダストの方とかアレルギー持ってる方にもこれはおすすめですかね。うん。なのでもっとこう買いやすい場所に、ね、なんかあるといいですけど、なんか特定のね、百貨店とか美容院とか、そのプロユースみたいなので、なかなかこれはいいですよ。うん。で、パラペンフリー、香油物フリー、合成香料フリー、着色料フリーなんで、これは意外におすすめですね。ちょっとこれを使い終わったら、こっちに切り替えてもいいかな。で、ただ今、時期が、5月の25日からスタートして、今撮影してるのが6月の13日での20日間なんですけど、そんなにこう乾燥とかが寒い時期じゃないので、なかなか言えないんですけど、冬場にちょっと使ってみてどうかなっていうのがありますね。はい。で、こうオイルと両方入ってるので、オールインワンなので、その辺がちょっと量を使ったらどうなるかなとかいうのも試してみたいかな。ただこれは悪くないどころの騒ぎじゃなくて、非常におすすめできる、一品ですね。で、この 30ml で1500円で、 120ml の今日で5500円なんで、そんなに高くないですよね。おすすめですね。はい。で、ちょっと最後にビフォーアフターの画像をちょっとね見せますけども、まあそれは変わってないんで、ほぼほぼ変わってないんで、一応ちょっと一応撮ったってことだけですけどねちょっとご覧いただいて終わりにしたいと思いますね。はい。とりあえず何でしたっけ。はい。あ、そう、これのね、アイテムリンク貼っておきますので、ご興味のある方はね、ぜひご覧になってみてください。はい。あと、私これ、提供いただいた、ブルーマジックさんのホームページも貼っておきますので、皆さん、お邪魔してみてください。はい。で、モチベーションアップなのでね、チャンネル登録、グッドボタンの方、何卒よろしくお願いいたします。はい。あと、各種 SNS やっております。Twitter、Facebook、Instagram、概要欄にリンク貼っておきますので、ご興味のある方はね、ぜひご覧になってみてください。はい。ご視聴いただきありがとうございました。それでは、ピュアフターの画像をどうぞ。